伊達市県民リポーターの清野公宏です。今日は伊達市内のぶどう畑にやってきております。今日は旬を迎えましたシャインマスカットを紹介していきたいと思います。はい、こちらが実際なってるシャインマスカットになります。まあ、緑のダイヤというぐらい大粒でとても美味しそうなシャインマスカットです。改めて紹介させていただきますと、皮ごと食べれるぶどうになっております。種もなくということで、今幅広い年代の方に、好評の品種になっております。伊達市内でシャインマスカットの栽培が始まったのは約10年以上前で、今現在、年々ですね、伊達市内でも面積が拡大しているシャインマスカットです。じゃあ早速シャインマスカットを食べていきたいと思います。こんなに大きいんです。こんなに大きいで、ブドウって一般的に上の方が甘くて下の方は控えめだって言われてます。すごい美味しい。本当にすごい美味しい。みずみずしくてパリッとして、そして香りもマスカットの香りが鼻を通っていってとても美味しいです。旬を迎えています。シャインマスカット大体ですね、10月11月ぐらいまでは出荷が続きます。お買い求めは伊達市内の直売所、あとは道の駅などでお買い求めできますので、ぜひお越しの際はシャインマスカットを食べてみてください。